小学5、6年生による NPB12 球団ジュニアトーナメントコナミカップ2023が26日に開幕。広島東洋カープジュニアのエース、藤井竜太投手は、横浜スタジアムで行われた初戦の横浜 DeNA ベイスターズジュニア戦に先発し、5回途中3安打1失点、自責点0の快投を演じた。チームは惜しくもさよなら負けを喫したが、 右アンダースローからの独特の軌道は、怪我の巧妙、だったという。連続写真、侍監督も興味津々。広島ジュニア、ノエース藤井龍太投手の、下手投げ、投球フォーム。藤井君派カーブジュニア最長身の167センチで、腕も長い。アンダースローで投球は独特の軌道を描き、 それでいてこの世代トップクラスのオーバースロー投手に引けを取らないほど急速も出る。阿部智弘監督は選考会で初めて見た時にカープジュニアのエースだと即決しました。スピードガン表示は最速115キロでもアンダースローで打者が見たことのない軌道ですから体感では相当速い。初見で捉えるのは難しい投手だと思いますと一目ぼれ。 どのジュニアチームと対戦しても抑えられると思っています。実際に中学生と練習試合をしても、着払い、捕手のミットにボールが届いてからスイングするように見える空振り、とか、左打者がどうにか当てても、三塁方向へのオーチフライばかりでした。2回には先頭打者に詰まった当たりのポテンヒット、二塁打を許し、味方のエラーも絡んで1点を先制されたが、 その他は相手打線につけ入る隙を与えなかった。藤井君は、もともとはオーバースローでしたが、去年小学5年に進級したばかりの頃に右肩を痛めて、1年間暗いピッチャーはやっていませんでした。今年の春、社会人野球の日本生命の野球教室で少しアドバイスをもらったことがきっかけで、徐々に肘を下げてアンダースローに近づけてきました、と振り返る。3番。 投手デスタメン出場しただけあって、打撃にも自信はあります。1点ビハインドの5回の攻撃では、2試満塁で右打席に入り、宇宙間を心身と破る騎士改正の逆転3点2塁打を放った。藤井君の投球には、ベイスターズジュニアの主将を務める長男、匠君の応援を兼ねて視察に訪れていた侍ジャパン、井端弘和監督も、d n a ジュニア側は、 アンダースローと聞いた瞬間、どうしよう。見たこともない、と頭を抱えていましたよ。案の定、抑えられましたね、と興味津々。藤井君に対し、肩が治ってオーバースローで投げられるようになるかもしれないし、これからも頑張ってね、と激励した。安部監督も、ナイスピッチ、ナイスバッティングでした、と称えた。まさに、プロが惚れる軌道、である。